4月の公認紹介をね、していきます。ではね、早速なんですけど、チョルの方をね、このチョルの方をやっていきたいと思います。はい。0円でした。0円でした。コーヒーブレイク。それでは、1着目紹介していきます。1着目はね、こちらのスタジャンですね。スタジャンジャンパーの略やと思います。こちらのシックスティーズのスタジャン、こちらのブルーの部分がウールで、こっちがレザーになってます。で、両方質がすごい良くて、僕は青と黄色の配色がこうめっちゃ好きで、こういろいろあると思うんですけど、まあ、IKEA とか、あと、ね、まあ、IKEA が代表的ですよね。うん。お気に入りポイントなんですけど、スタジャンってやっぱりここに、なんていうんですか、ワッペンみたいな、なんか貼ってたりとかするじゃないですか。で、これは多分、もともと多分ないんですかね。で、こっち裏には、こうわかるかな？この、ワッペンがついてた跡があったりとかして、僕もこういうのとかに、あれがくすぐられるんですよね。あれがね。まあ、こういう跡とか、もう大好きなんで。もう一個の、お気に入りポイント。こっちにこう、昔多分着てた人の名前がね、入ってるんですよ。カート。スミスさん、もし見てたらね、連絡ください。まあ、こんな感じで来ちゃったりなんかしちゃったりして、まあ、ちょっと分かりにくいですけども、まあ、サイズ感と、あとはまあダメージやね、こういう袖のまあダメージやったりとか、まあ、さっきも言ったように配色で無地なところ、好きなものが合わさって、まあ、購入に至ったっていう感じですかね。じゃあ次ね、2着目に行きたいと思います。2着目はね、こちらのレザーのテーラードジャケットですね。こちらはね、あの 80s のレザージャケットなんですけど、薄いんですけど、まあ、めっちゃいいレザーで、こう分かりにくいんですけど、もう茶色くなってたりして、まあ、フェードとこの体色の感じっていうのが、まあ、僕は好きですね。めちゃめちゃ綺麗な感じっていうよりかは、いいダメージ感。まあ、サイズもこうジャストめで良くてですね、シルエットもめちゃめちゃ綺麗なんで、ピタピタとかそういうサイズ感ではないんで、こうザクッと切れて、着やすさもあります。ダメージもこうあるし、清潔な感じはないんですけど、なんかでもやっぱり着てたら綺麗な部分もこう見えてきて、すごいお気に入りですね。次じゃあ、あの3着目に行こうと思います。4月の購入品紹介2日目なんですけど、今日もまあ元気にやっていきたいと思います。まあ今日の1着目というか、まあ動画を通して言えば3着目になるんですかね。こちらのナパピリのアノラックですね。アノラックですね。なんか普段ナパナパ言いすぎて、なんかナパピリっていうのちょっと緊張してます。伝わってますよね。すいません。ほんまにこの服のもういいところっていうか、もうなんていうか、もう単純にかっこいいところなんですけど、まあ、ドローコードやったりとか、アジャスターとかがもうたくさんついてて、こうやって、絞るとこ絞って、絞るとこ絞って、こう、バーンって、ここもこう、キャーンってな。キャーンやったんやね。キャーンやって、こう全部キャーンやっといたんやね。ってこうやって、もうこうやって打ったんやね。
こうやってたんやね。僕はもう一番気に入ってるとこはもうここのポケットやね。もう全部入るからね。全部入る。中もこう、あったかいやつになってるんで、寒さもしのげます。続きまして、4着目なんですけど、これです。なんて言うんですかね。こう、もう春物のコート?めっちゃかっこいいんですよ。めっちゃかっこよくて、こう、ほんまに全身見せたいんですけど、もうほんまにこの部屋が全身見せれるほどのスペースがないんですね。もう、全身見えるように頑張れよとか思うかもしれないんですけど、ほんまに、一回ほんま来てほしいぐらいです。この家に来てほしいぐらい、この物で溢れ返ってて、全身を見せることが難しいんで、ちょっとだけもう椅子乗ります。こういう感じになってるんですけど、こちらオービスかな?オービスっていうブランドのもので、同年代のこう方がやってる古着のパープアップストアで購入させていただいたんですけども、このオービスっていうブランドはこう調べたらフライフィッシングとかハンティングの洋服とかこうギアを出してるブランドらしくて、でもほんまにそういうブランドなんかなって思うぐらい、こう古着屋さんとかですごいデザインいい服を見かけるというか、結構ほんまにこれもいけてて、こう締めてベルトを縛ったりなんかしてもこうかっこいいです。こんな感じ、全身見せれなくてちょっと申し訳ないですね。はい、すいません。こう洋服を紹介するものとしてすごい致命的な部屋に住んでます。はい、実家の自分の部屋なんですけども、上京した際はね、ちゃんとこう全身見せれるような部屋に住めるように頑張りたいと思います。で、まあ皆さん気づいたと思うんですけど、ほんまに4着紹介してて、ちょっと春着れるのがもうこれだけしか買ってないっていう、まあスタジャンにレザージャケットにさっきのアノラック、いやお前4月になんでそんな冬物買ってんのって思われる方いるかもしれないんですけど、僕も次の冬見据えてるんで、はい、次の冬見据えて買い物してるんで、なんかそういう常識に僕のことを当てはめないでください。ちょっとね、もう4月の購入品紹介をね、ちょっと2日に分けて撮影させていただきました。内容盛りだくさんやったんで、ちょっと2日に分けてやらせてもらいました。え、なんか上級したらなんかおしゃれかもみたいな、おしゃれなんちゃうんみたいな思った方は、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントがね、コメントが一番嬉しいんで、もうコメントしていただけた時にはもう飛んで喜びます。あとなんか SNS やってるんですよ。SNS 結構みんなやってるやつなんですけど、ちょっと僕あんまもう名前とか覚えてなくて、わかんないんで、ここ出しときますね。はい。ここに、こう出しときます。ここに。こう出しとくんで。はい。なんか、ランなんかランあるんですか?なんかランあるんですよね。YouTube の動画になんかランあるらしくて、なんかそのランにその SNS のなんか貼ってんすよ。アルファベット3文字か、アルファベット3文字のなんか貼ってるんで、それもちょっともうここに貼っときますね。ちょっと何か忘れてるんで貼っときます。はい、何か貼ってきませんか。はい、何か貼ってきます。はい、でもそのランからですね、そのアルファベット3文字のやつこう押してもらったらね、その SNS に飛べるんで、そこからのフォローをね、はい、よろしくお願いします。まあ、それ全部してくれたら、
歓喜。それだけ。じゃあ。